ヘイトスピーチ許さない。特定の民族や国籍の人々に対する不当な差別的言動を日常生活やネット、SNS で見聞きしたことはありませんか？このような言動、投稿はヘイトスピーチにあたり決して許されるものではありません。一つ目は、肌の色や見た目で仲間外れにしたり差別するなど合理的な理由なく排除することを煽り立てるものです。二つ目は、特定の子をみんなでいじめようと促したりして相手に対して危害を加える内容のものです。三つ目は、相手を差別的な意味合いで昆虫や動物に例えるなど著しく見下す内容のものです。ヘイトスピーチは相手方のみでなく、それを見聞きした人々に不安感や嫌悪感を与えます。それだけでなく、人として尊厳を傷つけたり差別意識を生じさせることにもなりかねません。ヘイトスピーチのような差別的な言動や投稿はどんな理由があったとしても決して許されません。民族や国籍に関わらず、お互いの人権を尊重し合う社会を築きましょう。シーオス三河は名古屋法務局、愛知県人権啓発活動ネットワーク協議会と連携し、人権を守る活動を行っています。